株式会社、全商ホールディングスは、スキーヤをはじめとする、各種外食チェーンや、各種スーパーマーケット等を参加に持つ日本の持ち株会社である。当初一部上場企業。2019年度時点で、日本の外食産業トップの売上高である。本社は、東京都港区の JR 品川イーストビル後の8階に、所在している。グループ企業の半数以上も買収後に、 同ビルに入居している。世界から飢餓と貧困を撲滅するを企業理念に掲げ、世界中の人々に安全で美味しい食を手軽な価格で提供することを使命としている。M&A による事業展開に積極的であり、特に2000年以降は各ジャンルの外食チェーンを次々と買収し参加に収めている。連結し会社として、 牛丼とカレーライスを中心とする外食チェーン、スキアの運営管理を行うスキア本部、ファミリーレストランチェーンのココスジャパン、イタリアンファミリーレストランチェーンのジョリーパスタ、親子丼などの丼物とうどんを中心とする外食チェーンの中う、焼肉レストランチェーンのダグマイナス1などを有する。海外事業ではスキアを中国やタイなど8つの国と地域で展開している。 社名の由来は、全部かつ、全商、全なる、商売、全商、また、日本企業であることから、全の心で行う商売、全商の3つを意味し、1982年の設立時に創業者の小川健太郎が命名した。1982年6月に全商として、神奈川県横浜市鶴見区で創業。創業時は、横浜工場に本社を併設し、 トタンバリの工場の一角に事務所を設けていた。創業翌月の同年7月には、京浜工業地帯の労働者をターゲットに、持ち帰り、弁当店、ランチボックス1号店として、生麦店を出店。店舗は、京急本線生麦駅東口の国道15号、大黒町入口交差点にあった。ところが、注文に応じ複数のおかずを作るオペレーションは手間も。 かかったこともあり、弁当店、ランチボックスは、経営不振となる。そのため、吉野屋出身であった創業者の小川、健太郎は、牛丼店の出店を思いつき、すき家1号店として、生麦駅前店を出店。これがヒットし、現在の全商グループの礎となった。後に、ランチボックスと、すき家生麦駅前店は廃業し、本社も移転したため、鶴見区の横浜工場と、 本社、スキヤ1号店は減損しない。本社と工場の建物は解体され、マンションが建設された。ランチボックスの建物のみ減損し、全商グループとは無関係の居酒屋が居抜き出店している。スキヤの路面店の外観デザインは赤レンガ調の壁面で屋根には時計台が設置されている。これは横浜市開港記念会館の時計台と、 横浜赤レンガ倉庫をモチーフとしたもので創業の地であり文明開化以来の牛肉食文化に縁の深い横浜を象徴したデザインとなっている。また、すき屋の店名は文明開化により広く食されるようになったすき焼きとすきをかけて命名したものである。創業以来たびたび本社を移転しているが2001年に東京都内へ本社を移転するまでは本社や 関連施設なども横浜市内に置いていた。株式会社、全商全商ホールディングス社長の小川健太郎は、経営上重視するものは、1に安全、二に品質、3にコストと述べる。食の安全の確保のため、中央分析センターを持ち、残留農薬や食品添加物を独自にチェックしている。また、事故が起こった際には、 発生から1時間以内に経営トップに自己情報が伝わるシステムを構築している。また、食材の調達から店舗で販売するまでの食材管理を全て自前で行っている。マスマーチャンダイジングと呼ぶこのシステムによって安全性の確保や味へのこだわりといった質の向上、急な需要増への柔軟な対応が図れるという BSE 問題に対しては、 2004年2月5日に牛丼の販売を停止した。主要チェーンでは中尾に続き2番目となる。その後、同年9月17日にオーストラリア産牛肉を使用し、牛丼販売の再開を決定した。販売停止以前には牛丼の低価格化競争が起きていたが、販売再開と同時に価格改定し、牛丼、並べ、 販売停止前より70円高い350円となった。2003年12月26日の米国産牛肉の輸入禁止措置、2005年12月の米国産牛肉の輸入再開、再禁止を経て、2006年7月に日本政府は輸入を再再開した。前哨は、独自にアメリカ合衆国の現地調査を行い、安全性が確保されていないとして、 米国産牛肉の使用を見送り、オーストラリア産牛肉を使用し続けていた。小川は、本当に消費者のために安全性を検証しているのか、と述べて、日本国政府の対応を批判していた。その後は、BSE 問題の収束を受け、2010年12月に、全商も米国産牛肉の使用を再開している。牛丼チェーン店展開企業として、全商ホールディングスは、 スキヤと中尾を有していたことにより、店舗数最大手となっているが、スキヤ単独でも2008年9月末に、吉野屋を抜いて1位となる。全商グループ入り後に、業態変更、一部業態からの撤退をしたチェーンも、ある。空家は、2015年11月より発行を開始した、全商グループで利用できる、プリペイド式の電子マネー券ポイントカードである。スキヤは、マ、ま、スし、 ココス、ジョリーパスタ、花屋予定、宝島、牛庵、一番で利用できる。発行は無料であり、1000円以上のチャージが必要である。チャージは店頭、または公式サイトで可能であり、1回のチャージで4万9000円、最大10万円までチャージができた。また、空価マネー決済時にポイントが貯まるポイントカードの機能も有している。2019年3月より、 他の決済手段でも空貨ポイントが溜まるサービスに切り替わり2019年11月26日に同日限りでの空貨マネーのチャージ停止2021年11月末での空貨マネー決済のサービス終了がアナウンスされたポイントサービスは継続される前哨グループでは本社採用の新卒者のほかに本部並びに各店舗ブランドごとにアルバイトとして 時間給のシフト勤務労働者を一括して募集している。店舗に勤務する正社員は基本的に店舗管理マネジャーのみで実質的にはアルバイトによる定員が店舗運営を担っていると思われるが、スキアでは店長と複数店舗担当者は正社員ではなく契約社員の場合もある。このアルバイトの勤務形態について前哨では 労働問題調停の場において、アルバイトと称する、モノラの業務実態を精査した結果、アルバイトの業務遂行状況は、およそ労働契約と評価することはできない。会社と、アルバイトとの関係は、労働契約関係ではなく、受け負い契約に類似する、業務委託契約であると主張しており、すなわち、アルバイトは、全省との雇用関係にない個人事業主としての、 個人請負い契約であることを表明している。これは勤務シフトをアルバイト自身が選択できることを根拠に主張しているものだが、このことからアルバイトの労働環境をめぐって、全商とアルバイトとの間で複数の圧力を生んだ。スキアにおける高等事件多発問題は、スキアが吉野屋を抜いて牛丼チェーン店主位に立った2008年頃から表面化し始めた。 警察庁の資料によると、2010年のスキアにおける強盗被害の件数は57件で、飲食店を狙った強盗被害の総数121件の半数近くをスキアが占めた。また同じ店舗で強盗が3回入ったり、1日に各地で強盗が4件入る例も発生した。こうした状況を踏まえ、2010年に愛知県警察が全省へ10回以上も、 業務改善要請を出したほか、警察庁も2010年11月に、防犯対策の強化を口頭で要請するなど、異例の対応が取られた。前哨は、こうした現状について、すでに十分な対策を取っていると述べていたが、警察庁が2011年6月に調査したところ、ほとんどの店で改善が見られなかった。このため、2011年10月13日に、 警察庁生活安全局生活安全企画課は、全省に防犯体制強化を文書で要請した。これを受けて、全省では防犯対策強化の一環として、2012年3月末までに、スキヤでの深夜の一人勤務体制を解消すると発表した。これに関連して、警察庁は2011年10月25日深夜から10月26日未明にかけて、 全国一斉の抜き打ち防犯調査を実施し、防犯体制の調査や指導を行った。2011年12月15日には、店員が首から吊り下げる小型ペンダント状のワイヤレス非常通報機器をスキア全店舗に導入。2012年1月には2度目の防犯体制調査が行われ、各都道府県警がスキア店舗を訪問して進捗状況を確認した。 その後も深夜に一人勤務している際に強盗に襲撃されるケースがしばしば発生した。ピークであった2011年に比べると2012年以降は牛丼店への強盗の発生件数自体は半減したものの依然として全体の発生件数のうち85%をすき家が占める状態にあった。その後2019年頃には スキや強盗マニュアルがインターネット上に流出し、話題となった。すきヤが強盗や窃盗の標的になる理由として、深夜に店員が一人になる時間帯があること、キャッシュレジスターが出入り口付近の一箇所にのみ設置され、そこに現金が集約されていること、他の牛丼チェーンと比べカウンター内部に入りやすい構造となっていること、夜間に、 人通りが少なく逃走しやすい郊外型店舗が多いこと、警備会社と契約していない店舗があることが指摘されている。前哨は2014年9月30日、24時間営業の店舗は複数の従業員を配置する深夜営業休止の店舗は機械警備を導入して防犯を強化する強盗対策を発表した。2014年3月、 丸亀市内2014年4月、京都市内2014年3月下旬から、スキヤの一部店舗が一時的に閉鎖され、その原因が店舗の人員不足であると一部のネットニュースなどが報じた。その要因として深夜帯に店員一人で営業する店舗があり、これに加えて同年2月14日より発売を開始した牛すき鍋定食が店舗での仕込みに非常に時間がかかり、 厨房が回らなくなっているのが理由だと報じられた。これらの報道について、全省の広報室は、相手メディアの取材に対し、一時的な閉店は、厨房の強化を中心とした、改装作業によるものが基本であり、人員不足による一時的な閉店は、常時抱えている問題と認識した上で、牛すき鍋定食の提供開始に関連したものではとの指摘には、 ファストフード店として手短に仕込み、提供できるような商品を開発し、実験店舗で確認した後に展開していると回答しており、一連の報道を一部否定している。全商 HD は2014年4月17日で、スキヤの職場環境改善に向けた施策についてと、題したニュースリリースを発表、スキヤを全国7地域に、地域分社化することを軸とした。 労働環境の改善策を発表した。このリリースの中で、ことに本年2月から3月にかけて、流通作業全体に及ぶ、折からの人手不足と仕込みに、これまで以上の手間を要する新商品の導入に伴い、スきや従業員の負担増が深刻化したと、牛すき鍋定食の提供開始が従業員の負担増となり、店舗の一時閉店の延員になったことを認めている。 24時間営業を止めしにや営業を休止して営業再開した店舗もある。全商 HD は2014年9月30日でスキアの労働環境改善に向けた改革の進捗についてと題したニュースリリースを発表。2014年9月30日現在で24時間営業を実施していた1843店舗のうち589店舗は 複数の従業員を配置して、深夜における勤務体制を確立した上で、同年10月1日以降も24時間営業を継続する。一人勤務が完全に解消できない店舗のうち、87店舗は、曜日により深夜営業を休止、残る1167店は前曜日で深夜営業休止とした。その後は、労働環境を改善することで、 人手不足を解消し、2016年12月時点で、深夜営業休止中の店舗は127店まで縮小し、休止していた約9割の店舗で深夜営業を再開した。前述の一時閉店問題を受けて、前勝は2014年4月28日、弁護士の久保り恵名を委員長とする、すき家の労働環境改善に関わる第三者委員会を設置。 第三者委員会は全正社員581名とクルー468名を対象にアンケートを実施し2014年7月31日に調査報告書を全省に提出したこの報告書では店舗の一時閉店は正社員の管理体制変更と牛すき鍋定食の投入のタイミングが重なった結果現場のオペレーションが十分機能しなくなったことで クルーの不満が爆発し、社員及びクルーが大量退職する結果になったため、としている。さらに、それ以前から、月500時間を超える勤務実態も見られるなど、過重労働が状態化しており、人事部門がこうした問題を把握しつつも、取締役会に諮られた形跡がなく、加えて、監査役が内部監査室による過重労働に関する指摘を把握しながら、 監査役会で図られた形跡もなく、総じて前哨の社内で過重労働に対する感覚が麻痺していたとも指摘している。これらについて報告書では以下のような要因があると位置づけている。これらを踏まえ、一定時間以上の長時間労働の絶対的禁止のルール化と、その実現のための体制整備やワンオペの解消、経営幹部の企業意識改革のために、 研修の実施などを提言している。2014年6月には、サービス水準の向上と店舗で働く、従業員の声を反映しやすい環境を整えるため、全国2000店舗を7つのエリアに分割し、それぞれに地域運営会社を設立した。また長時間労働撲滅に向けて、会社と労働組合合同で時間管理委員会を設置。2015年2月から、 会社として、クルーの生の声を聞く目的で、クルーミーティングを全国規模で実施し、そこで上がった要望をもとに、茨城県つくば市などに、事業所内保育所を設置した。そして2015年、2016年と2年連続で、社員のベースアップ、クルーの時給アップを一律に実施した。2017年、全省和深夜営業における過密労働対策として、11時間の インターバル規制を実験的に始めることで労働組合と合意した。前哨子会社のフレッシュコーポレーションが運営する総菜店のデリシャスが2017年8月7日と8月8日に販売したポテトサラダを食べた客が病原性大腸菌による集団食中毒を起こし、そのうちの3歳、女児1人が死亡した食中毒事件に関しコメントを発表した。 全商ホールディングスに関するカテゴリー、全商カフェに関するカテゴリー、森場コーヒーに関するカテゴリー。ありがとうございます。